方伊東純也が北朝鮮戦選出外で久保、武房に大チャンス買う。北朝鮮戦久保にとっては大チャンス。自分の得点で勝たせれば右サイドポジション取れる。ダメならやっぱり IJ 必要と言われる。だから大事だぞ。森保久保を右で使わねえしまりしてるやん。どうせまたトップ下だろ。伊藤外洋がイラク戦負けてるし、そんな一人でどうこうなる問題じゃないぞ。日本はビルドアップに大きく不安があるし。森保久保中でりっちゃんを右で使いそう。で、後半南の中に入れて久保右に回す。右 SH 序列3位の堂安は全ての試合に出すように命令されてるから、伊藤と南野が左 SH に飛ばされる。久保がトップ下に飛ばされる。鎌田が代表から飛ばされる。北朝鮮ホームで放送もないとなるとどんな野蛮なプレー繰り出してくるかわからんぞこれ。今回はなんとか代表ウィーク休めるかと淡い期待を抱いたけど、練習復帰で即呼ばれたかアジア競技大会でも荒かったし、無理させないでくれよ。マジで久保呼ぶなよ。怪我をだましだましやってる状況で出場時間的にも代表の中でもトップ。まあ久保が早期合流組だからホームは確実だよね。あとアウェーは長友出して相手との喧嘩役なんじゃないかな。もう今季も来季も CL ないしリーグ戦のモチベーションも落ちている頃だから、案外代表戦にやる気が出てくれるかもな。とりあえず久保に限らず潰されるのが心配だから主力は出なくてもいいと思う。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。